ください。僕にとっての矢野賢治は兄貴でした。先輩部分ではなくて本当にこう近い距離でね、君は近くてくれたりとお兄ちゃんと存在でした。矢野さん、16年間本当に、お疲れ様でした。矢野賢治最高。僕にとっての矢野賢治は兄貴でした。一日中矢野さんと一緒に野球の話したり、プライベートの話したり、いろんな話でありますが、とにかく僕にとっては兄貴のようなかけがえのない存在でした。矢野賢治最高。僕にとっての矢野賢治とは情熱、野球に関しても、プライベートに関してもすごく熱い情熱を感じるので、矢野さん、矢野賢治への情熱かなと思います。矢野賢治最高。僕にとっての矢野さんは職人でした。一打席にかける思い、その姿勢が場の準備につながってるのかなと思って参考にさせてもらってます。矢野賢治最高。僕にとっては矢野賢治さんはなくてはならない存在です。いつも僕が、辛い時や苦しい時、一番に心をかけてくれ、僕の大きな心の支えになったからです。矢野賢治最高。おめでとうございます。丁寧に気軽にもご飯作ってくださいって言ってくれる仲間がいますし、遠征でシフトを持ってこずに、僕の全部シフトを貸して、育てた記憶があります。矢野賢治最高。僕にとっての矢野賢治選手は、努力の天才です。準備だったり、引退戦して、そういうものを見てきまして、リスペクトできる選手だなと思いました。矢野賢治最高。皆さんは、僕にとって、というよりは、存在の方でした。ギラギラしていて、仕事もできてくれる最高の存在でした。矢野賢治最高。
ケンジの通りにしてほしいと思います。これからもケンジの第二人生を応援しています。本当にお疲れ様でした。結果が多かったというところもあって、やはり生活もね、一緒に、した時間もたくさんありましたけども、僕もね、今年一緒に生き残りできますし、これからね、また違った人生を考えていくことになると思いますけども、人生はまだまだ長いですから、これから頑張っていきましょう。本当にお疲れ様でした。夏に向かうと、集中力というのはね、たぶん前だ私の中でも非常に強い残るバッターでした。まずは本当に16年間元気お疲れ様でした。まだできるんじゃないかなと心の片隅で思っております。おめでとうございました。現地本当に長い間お疲れ様でした。これで1回になりますけど、ここからは本当に仕事と思いますので、大きな姿になって帰ってきてくれることを信じます。本当にお疲れ様でした。